武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は佐賀大学の物理の勉強について話していきたいと思います。まず物理ですが、理工学部は時間90分で大問が4題、医学部医学科に関しては、時間90分で物理と科学で大問4題で、物理と科学それぞれ2題ずつですね、という形で出題されています。で、問題は、物理に関しては医学部と、理工学部、こちら問題共通ですね。まあ、医学部はその中の、大問を2つを解くような形になっております。まあ、これはどこを解くかは指定されます。はい。で、問題の難易度についてですが、こちらは標準的な問題、が中心になってます。で、形式としても答えを記述するのみの、形式にはなりますので、まあ、国立向けの論述練習などではなく、通常の問題集しっかりやっておけば十分対応できるでしょう。なので基本的には、まあ、マーチレベル、まあ、両門の風、などですね、をしっかりやり込んでおけば十分対応はできます。で、まあ、確実に落としたくないという場合には名門の森などを追加でやるということも考えてもいいですが、ただ正直それは、まあ、いらないかなとは思います。医学部医学科を受ける場合に、まあ、もし難化した時用に一応やっておきたいといったら追加でやるぐらいのものですね。基本的には両門の風までのものを完璧にできるように仕上げておきましょう。で、問題そのものに関して、まあ、割とオーソドックスなものが多いというのは先ほども述べましたが、ただ、記述じゃない形式であるという、まあ、答えだけの記述という形式である以上ですね、答えミスったらその時点で全部落とすと、まあ、部分点がもらえないというところはあるので、計算ミスなどには気をつけておきましょう。なので、問題集そのものがそこまで難しいのをやらなくていい分ですね、例えば、物理、計算の考え方、解き方、など、こういった問題集で、計算練習を、まあ、追加でやっておくと、まあ、難しい問題集やるよりもより対策はしやすいかと思います。以上が物理の勉強となります。